年寄りは子供と同じと昔から言われています。84歳のこの人、予報通りの大雪に浮かれてしまい、夜も10時を過ぎたけど、カメラを片手に飛び出した。時は2012年1月23日の夜。外は暗いです。足元に注意してね。この降り方では明日が心配ぞす。雪は約5センチ。埼玉南部の川口では大雪です。でも、雪は本降りですね。明日が心配です。寒い夜です。風邪ひきますよ。ここらで切り上げたら？ねえ。そう。下方は寝て待てです。早くおやすみなさい。翌24日、朝6時。観測しました。今日は山陰から北陸にかけての日本海側を中心に雪が降る見込みです。午前5時の積雪は、茨城県つくば市で6センチ、東京の都心と千葉市で1センチなどとなっています。明日の朝までに降る雪の量はいずれも多いところで、中国地方と近畿北部、北陸、それに東北の日本海側の山沿いで、40センチから50センチ。やっぱりすごい大雪ですね。道路の雪は凍りついています。自転車の人、歩きの人、転ばぬようにとお祈りします。安全運転をお願いしますね。